どうもコメント欄コメントこっちにモニターをこっちにしたいなよし汚っ <laughs> 汚くない俺の部屋めっちゃなんかリアルで見るよりカメラで見た方が汚く見えるな <laughs> どうもこんにちは、宝石川内です。本日はですね、えー、本日はですね、えー、この汚い部屋を綺麗にしよう計画を行っていきたいと思っている所存でございます あのね部屋綺麗にしたんですよこれでも見,た見ての通り汚いんですけどこれでも私あの綺麗にしましてあの床見えなかったんですけどあの全部角に押し込んだらまあ物が多いあれねミリオン見ながら綺麗にするとはミリオン見ながら綺麗にするどういうことそんなこと書いてる俺 え、なんか見るようになってんの今。あ、見ていただいたとから分かると、俺、あそこめっちゃあの一角汚いので、でもなんで汚いかって言ったら、あのー、捨てられないんですよ、こ物を。昨日ツイッターで。昨日ツイッターでえ、きれい綺麗にしたんだよ、これ。きれいにしたの。もっと汚かったの。なんなら。なんならもっと汚くて。<laughs> ただ違う、俺、あれ、物捨てられなくて。 きれいにした寄せた <laughs> まあまあ、寄せたって相当きれいだからね。ただ、俺、物を捨てられなくて、あの、具合が合うなっちゃうんですよ。基本的に。なので、あの、これを、あの全部、もっときれいにするために、このやっぱ、上の空間これ、上の空間、これ上の空間もっとあるんだけど。そんなに何を取ってあるのえ漫画とかじゃない漫画とカードとか。あと、なんかよくわかんないもの。多分捨てられるけどね。正直、あそこにある漫画、あのね、 今度、あの、みんな、漫画欲しい人いたら、あの、見てください、僕の配信。あの、ちょっと見せて、見せて大丈夫かな特定されるかもしれないな。そしたらいいか。配信消せば。ちょっと待ってなあ。あの、大丈夫あの、本棚が、これ、上まで連なってるんですけど、あれ全部、あの、捨てます <laughs>。あれ全部本棚が。 高くまで積み上がってるんですけど。あれ、ちょっといらないんで、もう読んでないんで、あそこの本棚の本。欲しい人いたら、欲しい人いたら、あの、ぜひ。今度あの、あの本を仕分けする配信もするんで。で、見てここも。見てここ。ここも全部積んであるの。遊戯王カードとか、なんか段ボールとか、あとあの、同人誌の在庫とか。こういうところを、きれいにすべく、本日は、こちら買ってきました。ドン。 システムワイヤーラック。高さ1 5 5ンチ奥行き4 6ンチ幅9 1 c 五センチ。これでもう全部まとめて、もうあそこ超綺麗にするから今日。よろしく。っていう配信です今日。<laughs> っていう配信です。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。また、ダンボールが大きいゴミになりそう <laughs> あちなみにですけどあの、みんなに見えてないんだけど、ここに、あの、ちょっと今、 布団が見えるでしょ。あの、こっちの奥にあの、ダイエット器具と、あの、段ボールが全部詰め込まれてるんで。あの、普段俺が生活してるとこ、こ,この、ここです。ここ。ここで布団敷いてます、普段。だ基本的に物しかないです、僕の部屋はもう。捨てりゃいいんだけどな。寄せただけ捨てりゃいいんだけどな。捨てらんねえよ、俺は。物を。スピンバイク捨てろよ。スピンバイクは捨てらんない。だって、痩せるし、俺。後に。 ということでやっていきましょう、今日も京都で。えー、めでたくね、あの、YouTube のチャンネル登録者が300人を切っておりました。えー、そんな中、今日も京都でニコ生を。<laughs> え、1円にもならないニコ生をやっていこうかなと思っているんで、よろしくお願いします。楽しいよね、ニコ生って。マスクした方がいいかな、なんか。粉っぽそう。<laughs> ほこりっぽそう。

なすんげえ臭いゴムのハンマーでも超簡単そうじゃないでもメタルラックなんて組むのよいしょダブハンはダブハンはあそうエーペックスやりたいんだよね俺今日エーペックスやろうかな夜でも絵描きてんだよなエーペックスやるか絵描くかって言ったら俺絵描きてえわ <laughs> もう本当に何年エーペックスやってないんだろう エーペックスやるか、絵描きたい。エーペックスもやりたい。え、そうなのエーペックスやるか、絵描くか、どっちかやりたいよね。ただ、今日はここにあるもの。マジでハッキングされちゃったか。よいしょ、うん、あ、なんか取れた。大丈夫なんか取れたよ。よいしょ。おい。 わなんか取れたこれ何取れて。取れていいのあ、めっちゃ取れる何これめっちゃ襲い来るんだけど。俺に。とりあえず。あ嫌な音するごめんみんな嫌な音したね、今ね。嫌な音したね。どこに置こうスペースがない。スペースがないよ、みんな。よいしょ。スペースがないんだが段ボールから出す。 置けるのか本当に俺はこれああなんか全部落ちる全部落ちる取扱い注意製品に傷がつく恐れがありますのでカッターの使用は避けてください遅えよ使っちゃったよ騙されたまんまと何これみんなメタルラック作ったことあるプラモよりむずそうガンプラよりむずそうふん うわー重い生頓してくれるアイテムを作るために前もって生頓しよういや生頓するしたんだよだからしたのこれが限界の生頓だった俺の俺の生頓史上一番生頓したと言っても過言ではない今あのあたり寄せただけだけど寄せてあげたわ寄せてあげることが許されるんだったら俺だって寄せるの許されるでしょうよダンボールはあっちにぽーい よーし。オッケんで、説明書は<れ>あよかった。何切ったね。綺麗でしょめっちゃ。床見えてんだよ。それだけで綺麗じゃないさて、やっていきましょうか。えー、シェルフの取り付け位置を決めます。何シェルフの取り付け位置って。適当なこと言わないで。シェルフって何あ、これだ。この、板のことシェルフっていう、みんな知ってた 専門用語でこれシェルフって言うんだって。えー、っと。どうしたらいいの俺は。えー、っと、まず、シェルフの取り付け位置を決めます。合わせる、高さを合わせる目安として、各ポールに等間隔に二重線をつけていきますって何どうやってつければいいのペン説明書にはペンが書いてあるんだけど、これペンでやってってこと えうこれキャスターついてんだえ床傷つきそうじゃないう無理だ俺これ終わったじゃあ仕方ねえなはっシェルフの位置決めろって言わ,言われたからお絵かき要素達成したなじゃあアペクスやるか <laughs> あ,あそういえばさお絵かきで思い出したけどさっきびっくりしたあのコミやカホン俺のつ あのウるボル探しでツイートしたあのクソダジャレが <laughs> 2000いいね突破して俺史上一番、ね、俺史上一番伸びてしまったんだけど深く、まあ、好きだからあれが俺の本業みたいなとこだからいいんだけど本業みたいなとこあるからいいんだけどさク<ソ>まさか2000いいね超えるとは俺が今まで書いた 可愛い絵とは何だったのかまああのかか、あのかおちゃんも可愛いんだけど。え、俺あのシリーズ、そうするえ、なんかさ、俺もまだ考えたんだけどさ、あの、あのシリーズ。考えたやつも一人ぐらいしか思いついてないんだけど。なんかあのシリーズでさ、やってなんかさ、次、いいね数少なかったらめっちゃ滑ったみたいな、一回伸びるとさ、一回伸びて同じことやってさ、 あのいいね数少なかった時にもう恥ずかしいんだよね <laughs> あこいつ滑ったな同じことウケよかったから同じことやって滑ってんじゃんって思われたくないんだよね売れるかなだって超面白4コマだからねあんなん事実上あんなん事実上の超面白4コマだからな超面白4コマのオチだけオチだけ書いただけであんな伸びんだったら味しめて滑るのは超いい 話だよな一番コスパ良くないだって超面白い4個は一応気象転結をさ考えなきゃいけないじゃんでもオチだけ書いて許してくれるんだったらもうめちゃめちゃコスパ良くないのネーわら何そうだよなめちゃめちゃあれじゃないコスパ良くないあのまだあるんですよ考えてるのがでもコミやカホンの響きはいいよねやっぱり いかんせんちなみに次は誰の予定なの次はね樹里ちゃん考えて俺が思いついたな今のとこ樹里ちゃん今壁なを本気で描いて <laughs> 壁なの壁なむずいよね俺が考えてるのは樹里ちゃん今のところ俺がこの間布団の中で思いついたの布団の中で思いついたのは樹里ちゃんです何だと思うみんな え、めっちゃ黄色いんだけど、これ見て。わかんない。汚いなんか。うんこみたいな色してる。何年間このビニールに荒らされてたんだろうな。よいしょ。汚い。わらわら。うんこみたいな色してるような。えー、っと。シェルフの取り付け位置を決めますって何5年くくらい在庫でくすぶってそうね。取り付け位置を決めるの 決めようか、じゃあ。え、一番下って、一番下はどうしたらいいの別に一番下じゃなくていいの一番下って一番下じゃなくていいのこういうのって。特になんか、注意書きとかないよね。一番下は一番下じゃなきゃいけませんみたいなのないのこれ。ちょっと開けてもいいのだとしたら、 あ、なんか書いてあんな。待って。高さを合わせる目安として、各ポールに等間隔に二重線。あ、そういうことか。えー、じゃあ、ここがいいな。ここですれば、この段ボールが一番床に持ってこれるから。よし。決めました。ここにね、遊戯王カードとね、同人誌の在庫がね、めちゃめちゃ。 積ここにみんなに見えてないギリギリ見えてるかなここの黒い段ボールとかあとこれとかね同人心の材料これをうまいこと一番下のこの段の一番下より上に置きたいのでよいしょであのね樹里ちゃんのはねネタバレしていいみんな俺が思いついたそれ伸びるかどうかじゃあみんな小宮ホンの感じで伸びるかどうかをちょっとみんなが判断して俺が今言うから あの、樹里ちゃんなんですけど、次考えてるのは。ハサミがない。あのー、サイの上に乗ってる樹里ちゃんで、サイ才ジ樹里っていうのを考えてんだけど、どうみんな。<laughs> どうかな え、これキャスターじゃな,しかないのキャスターやだな。伸びない。伸びない。ミヤカホンにならない <laughs> 30いくいらいかな <laughs> 俺も30いいねぐらいかと思ってたんだけどな。コミヤカホンもでも。なんであんな伸びたんだろうこれ傷つきそうじゃない大丈夫かなまあ、いいか。傷ついても。 えっと。る <laughs> 嘘何が違うの小宮花本と。西条ジュ樹で。サイの上に乗ってるジュリちゃんで。何が違うんですかあれあ、なんだ。もうついてたわ。丸が。じゃあこれいらねえじゃん。出さなきゃよかった。キャスター、キャスター4つ欲しい人。2>, 2番センチタにした方がいいよ。 二番線字でとダジャレの質ダジャレの質が違う高いでしょ西条樹里の方が小宮花本より西条樹里はなんか単純というか <laughs> 小宮花本のが単純だろ単純さで言えばここかな さえ登って日常生活で使わねえじゃん。まあね。おはよう。おはよう。コミヤカホ相当深いぞ。小宮ヤカホ深いんだ。ワードがそもそもおもろいから。<laughs> <laughs> そんなに？小宮ヤカホンなんであんな伸びたの？わからんなマジで。まあ多分強い絵師にリツイートされたっていうのもあるだろうけど。コミヤカって何？ ホンと俺が書いたイラストの話えー、っとボールにスリーブを取り付けますだってたあ <laughs> やっぱあれ面白かったそれもあるよなあれは結構狙った面白いなって思ったよし見てくれ俺のウロボロス高橋のほのツイッター見てくださいめちゃめちゃ伸びてるから一番伸びてるやめてほしい 本当にやめてしいえー、っとこれをつけてくださいっていややめてほしくはないけど嬉しいけどねめっちゃめっちゃ嬉しいけどなんでっていうどういうことどうしてそんな伸びたっていう気持ちがすごいあるえつくこれえこれでいいの隙間ができるの えー、ボールにセットしたスリーバー隙間ができます。隙間ができます。です <S S って西城樹里ダメか。滑っちゃ危ないよかったじゃん、みんなに聞いて。調子乗って書くとこだったよ。危なく。まあ、書いてもいいんだけど。ただのダジャレじゃねえか。 ただのジダジャレだよ。本当によくわからんひ。なんか単純でいいよね。コミやカホンは。わかりやすくて単純。なかなかそういうの難しいからね。出すキルのそういうのジュリえ。えどういうことビービン。ブブブブブ。 いや、これあったら超ら便利よ。このメタルラックが家にあったら。で、えっ、ー、と、シェルフを横にして、それぞれのシェルフなのにボールをスリーブまで押し込んでください。ほんまかよ。ですって。じゃあ、押し込みましょうか。こいつら超邪魔じゃないなんかん最上ジュリよりは面白い,ぞいや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 、サイの上のジュリー。 崖の上のポニョン、サイの上のジュリにするじゃあ、こっちが上で合ってるよね、合ってるね。よいしょ。西条浄瑠璃。西条樹、なるほどね、面白い。西条って何でも、ただ、いかんせん、西条が分からん。 え、これ引っかかんのかなうまく。え、むずくね葬式とかそっち系の場所、最そういうことか。でも、そういうちょっと不謹慎じゃん。そういうのは。怒られちゃうよ。葬式とかの絡むと。そんなこと、許されないよってなっちゃうから。やめよう。 死んだピーならセーフ <laughs> 殺せなかったにピーを。今んとこに条ジョリが一番面白い<上>楽器シリーズにするのかと思ったわ楽器シリーズって何どうしたらいいのじゃあ,あるかな面白いのよいしょこれでええー、上から合体させればいいのかよいしょえい よいしょすごいこれずれないいやずれるぜめっちゃこれえドンってやったらめっちゃ下にずれるんだけど大丈夫これダメだよね絶対あでもみんな大体同じぐらいちゃんと引っかかってんのこれいや引っかかってないよね こういうときにあれでしょゴムハンマー。あれなくしたゴムハンマー。誰俺のゴムハンマー取ったのあすげえ遠くにいた。よいしょ。なに文字、俺コメント見ないからわかんない。何が面白いの最上ルリえ、ね、読めん。ここはいい感じ。めっちゃ下に下がっていっちゃうんだけど いいのかなうるさこれでああいいねぴったりだねまあ、ちょっとこに斜めして,てもいいかこれ斜めないようになってんのかなよくわかんないけど下の黒いやつがずれないようになってんのかな なななっっっててそうだねかかんないけどなってるってことにしよっかさあそして2段階目はどの高さにするこれがあと3段あるわけでしょ。迷うわ。2段階目どこにしよっか。2段階目何を入れるかを考えよう。案外入れるもんねえな。まあ。あれが早い何のために買ったの このいっぱい奥汚いでしょああいうのを積んでいくため1箇所にまとめるためそうすればあそこがきれいになるから最高じゃないこれもうちょい奥行き欲しかったなこれがこれしかなかったサイズがとじゃあ次は乗っけてこれぐらいかここだなオッケーん 西条ジュリあんまりやっぱ2番戦時になっちゃうからやめとた方がいいなやめよう2番なんか滑りたくないしなんか前もあったんだよね一回やって滑るやつ 2>, 2番戦時というかクオリティが <laughs> 俺としては結構変わんない。変わらない。いい。変わらないクオリティのつもりだったんだけどな。そんなことはないみたいだね。そんなにコミやカ家ン面白いのかな ?1、2、3。1、2、3。わからん。みんなの。あれが。よいしょ。何が正しくて何が正義じゃないのか。 タコが滑ったと言えば夏っ子頭こんはマジで滑ってるからね面白いかどうかは別にしてかわいいまあかわいいのもあるよねかわいい絵描けたなとは思うあれよし OK あちゃんと引っかからなってんだいいじゃん すげえじゃん。え、簡単じゃん、メタルキャス、なんだっけメタルラック組み立てんの、めっちゃ。もっとむずいかと思ってた。すげえわ。人類って。よく考えられてるわ。よいしょ。で、ハンマーはあった。 え曲がってるんですけどここちょっと俺が叩いたからえこれ超でかくならないえこれ本当にここ重いのいける結構グニャグニャじゃないバウンドしてるよギョイン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 よし いいねいいねいいねよ<す>いいね,いいねよいしょさあそしてだきついあーでももうちょい上の方が良かったかなテレビ置きたいもんな動ききつつくときついな <laughs> いつも俺こっそりやってるからね みんなの見えてないところでちゃんとこの指はやんなきゃいけないからねこのこれはキラリちゃん的な指うんテレビだとちょっと低いなここ,こ2段目か3段目に、ね、テレビ置きたいなって思ってたんだよねメタルラック以前に部屋のガチャガチャぶりに笑う<笑>だ違うあのガチャガチャをきれいにするためにメタルラックを買ってるわけ あのガチャガチャがなくなるから見とけや。マジで。多分だけど。なくならないかも可能性もあります。ただ。ただ、少なくともこのガチャガチャが減る。本当に少なくとも減りますよ。多分え、どうしよう。もう一個上にしよっかな。うわ、ん、迷うな。まあ、一箇所によるよね。 寄り,り方が変わるこの今チりぢりに寄ってるけどその今三国志状態俺のね部屋の国は3つに分かれてんのこっちの段ボールコーナーあっちの漫画コーナーこっちのなんかいらないダイエットコーナー今三国志状態ないだけどこれを一つの国にまとめてあの天下統一するのが今のこのメタルラック君の挙げるそういうことですえどうしようここにテレビ置きたいな ここにテレビを置ければあっちの 3D プリンターを稼働させられるからめっちゃいいんだよだからこいつをもう一個上にするえー、どうしよう迷うめっちゃ迷うここテレビ低いよねこの段だとえテレビってどれぐらいの高さがいいの そのガチャガチャなやつをどうにかすれば、どうにでもなるやろ、敵、イカ略。メタルラックを三つ買って、さらにメタルラックをまとめるラックを買い、<laughs> イカ略。そうだね。え、どうしたらいいんだろう。迷うな。テレビを、ここに置きたいんだけど。まあ、いいか考えないにしよう。考えのやめます。川口は。これで、 えっと、ジョイントします。ジョイントオンひ、えー、怖いよ。え、こんなで大丈夫なのこんなジョイントで。本当に本当ですか世間。こんなんで、保つの ジョインジョインこんなんで保つのあと2段でしょ ?1、2って感じそうだねで一番上の段にエアガンのなんかガンケースとか置きたいわけそしたらで<あ> <laughs> そんななあるやつなんだえっとねあと2段あと2段ですえじゃあここもう一ちょい上かやっぱり あと2段ってこと考えたら、ここにして、ここにしたら、どうなるここにある。1、2、バランスいいな。これ低すぎるかなもう1枚欲しいな。ああ。むず。こういう時のこれ やめちょっと強くハマりすぎてるいや買ってよかったうるせえけどガン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 外れねえし嘘かよ <laughs> よし。んで、わかりましたじゃあ。わかりましたよ。あなたたちの言いたいことは。よいしょ。つまりですよ。合体させて、ぎゅ。 ギュッギュッみんなが見えないぐらいの高さまで来てるってことこれすごいな違うあの部屋汚く見えるじゃんみんなあれ見てあそこ違うんだよあれねあのそんな汚くないカメラで見るとすごい汚く見えるじゃん嘘だから言うほど汚くないからこいつ邪魔じゃない言うほど汚くない片付けてから作ればいいのに 最悪これれ今日寝れないんじゃもうもう片付けてるからもう片付いてますこれは皆さん見て分かる通り片付いてますえー、っとそれで高さをどこに持っていきたいんだこの高さだいたいこの高さだいたいこの高さだから ビートンここここだなよしえー、っとやべえガッチリはみ合ってるビートンよし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 いいんじゃないの んで、どこだっけここかえー、っと123でおいピートンよしここで合ってるウィーンあってるウィーン ウィーンここか人間はかりが出たね俺の人とざよいしょエーペックスもやりたいんだけどねばば <laughs> 本当はエーペックスもやりたいんだけどただ絵も描きたいという矛盾した 存在なわけですよ私はどうしたらいい絵描きとか絵がうまい。部屋ぐぐししゃゃぎねえかいやいやいやここに住んでんのか違う。ぐしゃぐしゃに見えるだけだよ。これは一旦ぐしゃぐしゃなだけ。一旦ぐしゃぐしゃなだけだから。一旦ね。そのぐしゃぐしゃがぐしゃぐしゃがなくなるときを今皆さんにお目見えさせようかなと思って配信をしてるわけですよ。 部屋がぐちゃぐちゃなのは、もうどうでもいいんだって。いいね。さあ、次。そしてだ。どれぐらいの高さいいかな。ジブのレジェンダリーのスキンの名前、優しく巨人だぞ。え、かっこよ。男が一番憧れるやつじゃん。男が憧れるものランキング一位。堂々たる一位の。優しき巨人じゃん。もうちょっと。カメラ上げる。 <laughs> もっと上がるかい,いいねよし、えー、次どこがいいこの辺りあでテレビを置くじゃんテレビを置くかこれぐらいここかなよいしょ 新しいジブのスキン。かっこいいよね。あとエーペックスやろっかな。えー、でも絵描きたい。絵描きたいな。絵描きたい。いけてるでしょ。何がどういけてるのか分かんないけど。絵を描くのは今しかできないんだよ。言ってたよ、斉藤直樹先生が。今日、やばいぐらいフォロワー増えてんだけど、コヤカ花本で。 俺、小宮花ンのポテンシャル持ってないぜ。<laughs> 平均的に出せないぜ。小宮花ンポテンシャル、俺。どうしよう。めっちゃフォロワー増えたんだけど。ウィイトルン。メタルスラックみたいなもんだよね。事実上の。やべ、ずれてる。1。 毎回小宮ホンを出せると思われてるのかな俺だとしたらやばいぜ毎回は出せん小宮ホンのポテンシャルを俺だって出せるんだったら出したいけどすげえフォロワー増えたまたありがてことにすげえ嬉しいけどフォロワーが増えるといいこといいことだけじゃないんだな プレッシャーっていうものもあるんだなムキムキで厳選する次何のムキムキがいいムキムキの次のコミやカホンを出せなければリフォローされるんだろうないやそうなんだよね結局 YouTube のチャンネル登録解除されてるのと一緒だからね それこそ壁7みたいな漫画の一コマを丁寧に描くのはそうするお知らせ咲夜描くじゃあお知らせ咲夜と壁7ムカ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 イタクミ胃がムカムカしてる胃もたれしてるタクミムカムカイタクミなあ それしかねえよなおもちつききよしむかむかい結構好き <laughs> むかむかいたくみなん,かなんかガタついてね気のせいこのガタつきが一番下のあれを調整するのはなそんなるとたらいくらでも出てくるからね俺ね お餅つきひじりはでも意外ともあるなじゃあまだお餅つきひじり結構好きなんだよね俺それをちゃんとしたクオリティで書けばいいってことでしょお餅つきひじりとか壁7壁7めっちゃおもろいよな <laughs> でも壁7むずいぞあれちゃんとしたクオリティで書くの 壁7ちゃんとしたクオリティで描くてどうしたら書けんだよあれ以上でないぞもう俺の同人誌に出てきた壁7以上の壁7は壁だからな壁7に関しては小宮ホンはさカホンを叩いてるカホちゃんを書いたけど壁7は壁だからなえでっけえ俺と同じぐらいある すごくない超でっかくない俺身長170センチなんだけど。え、これ 150? 高さ155って嘘でしょ俺155センチの女の子と付き合いたいんだけど、こんなおっきいのじゃあ変えないとじゃん、俺。俺の女の子の理想。こんなおっきいんだ、155センチって。え、じゃあ148にしよっかな、やっぱり。 148かなじゃあ。これちょっと大きいよね。155センチを。148にします。俺の好みはじゃあ。思ったより155センチが大きかったです。こんな大きいんだ、1 俺が1 7 0ンチないんじゃないもしかしたらもしかしたら俺が1 7 0ンチない太ったせいで重力であ肉がついたせいで重力でこうやってどん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 下にむにゅってね押し込まれてるかもしれない重力でできた完成ですえー、結構簡単にできるんじゃん1時間かかんないんだね 8時間ぐらいかかると思ってたわ。なんなら。ただちょっと、この、ぐらつきが気になるな。こういうもんなのかな。一番下がちゃんと閉まってない説。あ、そうだ。足がちゃんと閉まってなかった。まあ、こんなもんか、あとは。よし、いいね。さあ、こっから、ここに、ものを閉まっていく作業が始まる。お あそこのダンボールめっちゃ穴開いてんのはあれね俺がエアガンで撃ったからあそこに向かってよしオッケーじゃあ頑張ってここに収納していきますかでしょよいしょよいしょなんて かほのツイッター見よう伸びてるかなまたあーすごい伸びてる <laughs> やばい2500いいねいっちゃうどうする2300だってどうするみんな2300いいねいってしまった 大変だこんな伸びる <laughs> すごい嬉しいありがとうございますさあじゃあこの北ねーんその家にえリツイート800って相当だよ <laughs> いいね俺大体なんかいいねとリツイートのバランス関係ってなんだろうないいねがリツイートの10倍ぐらいのイメージだから10倍は持ったかな いやでもそんぐらいだよな、大体。やっぱリツイートってあんまされないのよ。少ない。だから十分だと思うよ。だって四分の一ぐらいでしょ、今。こんな揺れていいのかな。まあ、荷物置いてたら安定していくでしょう。うよしじゃあ頑張って、整理するぞおおあそこの汚えの、そこの、そこの汚えの。 この汚いの汚写し大丈夫かな写しちゃダメなものがあるかもしれないけどまあいいかよしこいつをねここにギュッて持っていきたいのだから一回お前はどいてもらってここここに <laughs> 俺のさ悪い癖が出てんだよここ見てもらえばわかると思うんだけどリツイート数はピアの方がまだだってるんだよなあそうなんだ へここね、俺の悪い癖が出てんだよね。<laughs> うん。これ何、何かっていうとね、俺の悪い癖。えこちら見てください、皆さん。え Amazon、ー、で注文すると入ってる綺麗な段ボール。四角い。これ、何かに使えるんじゃないかと思って、溜め込んでるのがこれだけあります。<laughs> これ、何かに使えるんじゃないかなと思って、ずっと溜め込んでんだよね、この綺麗な。 四角い段ボール使えそうじゃないなんかにこれめっちゃこれ集めたくなるよねこれめっちゃ魅力的なんだよアマゾンの商品がこれ魅力的だなよよいしょえーこれは何かヘアガンの説明書川口の部屋めっちゃよく燃えるぞ絶対燃えるよやっちゃいけないと思うなんだっけあれへえ あれやっちゃいけないとはんか家燃やした人のやつオイルライターとか使っちゃいけないと思うタバコ吸ってなくてよかったなと思うわでこれがエアガンのパーツだねストックえーこれがエアガンのメガネでこれは何これは何かのペラペラこれ大丈夫で出てきちゃいけないものとか隠されてないこれ俺い住所とか 別に多分あるからだよね。よねーあなんか手紙がふ、はいふ、はいどうちゃんと映ってなかった住所が映ってる手紙が出てきた。あぶねえ。そんうなうのが隠れてる可能性があるここに。大丈夫か大丈夫だろえー、シャロちゃん。 んシャロシャロだっけあれ名前忘れちゃったあシャロだ。合ってた。シャロちゃん。かわいいよね。これ欲しいものあったらみんな。な欲しいものあったら言ってくれみんな。可愛い,いここはでもあげらんねえかな。基本的に。シャロちゃんは俺好きだからさ。買ったんだけど使ってませんね。こういうさ。 買ったけど使ってないものって何なんで買ったのシマのフィギュア欲しい。シマムのフィギュアダメです。ここにありますけど。<laughs> いただいたシマムのフィギュア。だから飾れるよ、やっと。メタルラック買ったから。メタルラックに飾るのちょっと嫌だけど。よいしょ。<laughs> さあ,、えー、あ、これ欲しい人あげます。プリンセスコネクトリダイブのブルーレイ1巻。欲しい人いたらぜひ。名乗りをあげてください。 これなんかエアガンの何かこれ結局さここにあるのを一回こっちに置くっていうねえー、っとこれもエアガンの何かえ何かしらのマイクシリアルナンバーつきならシリアいナンバーついてませんいやいや見たくて買ったんだよえー、これはロックマンですねえでも移動しないと整頓できないからえー、っと P90 のアッパーレシーバーね欲しい人いたらぜひえー実践パチンコ必勝法これダメです買ったやつなんでこの辺り買ったゲームだね俺が買ったのに一回もやってないっていう恐ろしい神バディファイトシンデレラガールズ劇場チョコブレシーンがあるよ あ、これ。あれじゃん。ハードオフ放送も2ヶ月前かあぶね。これは、俺の領収書たち。<laughs> ええー。ドサンゴギャルは生ラメンコイ、ぜひ、クソ面白いので読んでください、皆さん。これ、紙漫画です。紙漫画かどうか分かんないけど、面白いです。ここにあるもの、一回どかさないと。そ え、やばいね、ほりね。マスクしててよかった。リングフィットの箱たためえ、うん、なんかさ、こういう箱ってどうしてるみんな。ドラクエモンスターズ今、ほこり払うしぐさしてたけど、神漫画なんだ。<laughs> まあね。こういう箱ってみんなどうしてんの超邪魔じゃないたためないよ、俺。 たたんだら中身が出てくるじゃんだってえー、っとああ危ない,いなら捨てるああ危ないえー、東急ハンズのシマムのクリアファイルかわいい え、なんか甘神のエッチな、エッチなやつ。<laughs> ーやエッチじゃないこれめっちゃ。これ何,何枚か入ってんだよ。七咲ちゃん。これ誰これ誰だろう。森島先輩も多分この中に、中に入ってると思う。森島先輩も。で、えっ、ー、と、キャプテンアメリカ。<laughs> クリアファイル好きね。オタクだからね、そういうグッズ。 好きなんですよあ危ね来汚ねポップガード使ってませんもう安いからね <laughs> しかもなぜかえリングフィットだけ外に出てました <laughs> <laughs> なんで出てんだよ外に <laughs> 一回箱しまっとけよじゃあ邪魔だからそれでもいいとあっちにあるよ <laughs> 邪魔だからしまおう リングフィットアドベンチャーをやろうとしてるのに結局やってないっていうねえこれどどうやって入ったの一回な一回しまおうとりあえず一旦な落ち着かせよ一旦 寝かしつける熟成させるから俺はリングフィットアドベンチャーを熟成フィットアドベンチャーにさせますもうなんかゲーム実況とかじゃなくて絵描くのが,しくのが楽しくてさ楽しくてさ、うん、マジで申し訳ない本当にみんなには申し訳ない俺の実況プレイが好きなみんなには本当に申し訳ないんだけどもう許してくれ マジで絵描くのが楽しすぎる何より今まあ、いつか飽きるだろうでも絵描くのって俺唯一飽きてない趣味なんだよねまあ、そのやらなかった期間とかはい,いっぱいあるけど趣味の中としてはめちゃめちゃあの長く続いてる他やっただってだいたい俺の趣味って飽きてんじゃんあこれ週めっちゃ伸びてるよねねっ シオリエクスペリエンス、これ、皆さん、クソ面白いんで、この漫画読んでください。えただ、俺、まだ最新巻、未開封ですね、これね。<laughs> いつか読もうと思って、配信するか、寝るかしかしてないので、最近。配信するか、絵描くか、寝るかしかしてないので、まだ読んでないんですけど、これ、めっちゃ、マジでめっちゃ面もいです、この漫画。おすすめです、マジで。めっちゃ面白い。死ぬほど面白い。なんかそろそろ。 未開封で埃りかぶってんのに説得力ないぞ。<laughs> そろそろなんか出てきたらいけなそうなもん出てきそうじゃない？ちょっと待って。ああ、ペンラが落ちた。どこまで見えてるかわかんないしな。なんなら。エロ本はどこにしまってるの？エロ本はね、チェンソーマン。エッチな本ある。エッチな本はね、一冊だけあります。 あっちの奥にあります。10年ぐらい前に買ったエッチな本が1冊だけあります。人生で初めて、えー、四つ葉とチェンソーマン、ヒロアカ。イカあ、イカの薄い本も多分ね、あっちの方あなたあるんじゃない多分。俺、ゲッもあるときにチェ,ンソ,ン,にチェンソーマンとヒロアカと四つ葉と。で、えー、っと。 ピンクチェックスクールのワッペン。<laughs> 何なんだろうな。よくわかんないわ、ここ。チェンソーマン。アニメ化、おめでとう。これ大丈夫で出ちゃいけないやつじゃない多分。これ何これ何なんでもない紙だ。何これんでもない。何でもい。え、そう、サバゲーにつけようかなと思ったんだけど、ちょっとやっぱり、俺、あの、みんな、 リア充の友達しかいないからさ。虫とね、虫いそうだよね。あ、これ、あの、昔いただいた肉像ですね。この中に入ってる、なんか手紙を送った肉くれました。すげえ美味しかったです。キャプテンアメリカのキャップ。可愛いでしょ。一時期めっちゃ愛用したんだけで、今、ぐちゃぐちゃになってる。シワまみれ。 えー、キャップだけにな。えーっと、なんかカードゲームですね。いやー、抜け殻。抜け殻のポケモンカード。多分、いいカードが一つも全部売ったからない売。高く売れそうなやつ。えー、私の大好きな小田山先生の、えー、だがしかしのニカです、ね。ないなね、最近、どれ何の話キャプテンアメリカのキャップ ダメだ、キャップテンダメ。あれ海外から輸入したんだから。え大量のえこのアマゾンで <laughs> 入ってる PCS のワッペン。あ、PCS のワッペン。いいよ。ちょっと前にあ見て懐かしの歌姫店18のカタログが出てきました。何肉造の空箱な、溜め込みすぎじゃないこれ,これ段ボール。見てみんな、これ。 これ使わないかな捨てていいかなこれどう思う <laughs> これ捨てていいかな俺すげえ猫背じゃない捨てろよよいいよこれでんかに何に使うんんだよなんかに使えんじゃないかなって思って撮ったんだよね綺麗なんだよだってこんな綺麗な段ボールもったいなくないこんな綺麗な段ボールがこんなにあるんだよ折れてない段ボールが超もったいなくない箱ならまだしも それ取っといてるの意味らん <laughs> これ箱はだってさもうボロボロになったりするんじゃんでも中にいけるもめちゃめちゃ綺麗な段ボールだよそんなにあって<え>結局1枚でも使ったか <laughs> あのメルカリで遊戯王カード売るときにちょっとだけちっちゃく切って <laughs> メルカリで遊戯王カード売るときにあのちっちゃく切って送ってたけどねそれぐらいにしか使ってた多分1枚生涯でこれ1枚使ってない使い切ってないだから <laughs> 見てみんな、この、俺の、コレクション。見て、俺のこの、綺麗段ボールコレクション。すげえあるわ。最近でもね、あの、アマゾンね、こういうのあんま入れとこないんですよね。ここ大丈夫何これあ、危ねあれだ 友達の結婚式の招待状が入ってた危ねこんな大丈夫出ちゃいけないものとかないた来た汚ねここはいこれなんかケーブルえ汚ねここ何これ何これほこりすごっほこりすご友達の結婚式の招待状を段ボールの下に挟むな <laughs> ここほこりやばっあ俺が昔使ってた白いバッグもうそれことしてよう懐かしいこれ昔ね使ってたわ学生の頃シワクチャになってますね白っていう色が好きだったんでこれ生きったバッグ使ってました これサタケーブル欲しい人いますか <laughs> 2本入ってますサタケーブル欲しい人ぜひ2本入ってるんで使ってくださいウウえ何のものだか分かんない AC アダプター何のもどうも 何のものか分かんない AC アダプターが2つありますね。これぜひ欲しい方いらっしゃいましたら。ぜひ。ほこりやば BS p !BSP とかでは。<ー> BSP じゃね。Wee のクラコンですね。懐かしいこれでスマブラやってたわうわぁほこりっぽい !V ジャンプ お孫悟空入ってるよ、みんな。欲しいでも遊戯、あ、ほら、遊戯王カードはちぎってある。でも孫悟空は入ってるよ、みんな。V ジャンプの漫画読んだことある。ない。あ、でもね、V ジャンプのなんかはね、好きだったな、俺。孫悟空売れないの。知らねえ。ドラゴンボールヒーローズ、孫悟空。 V ジャンプの。2018年の3月号の孫悟空の値段を調べてください、皆さん。2018年3月号の孫悟空。身勝手の悟空。年前超の。これの孫悟空。<laughs> やばうわ、誇りまみれだ あ、待って、俺の本名が出てる危ねえここホコリはちょっと掃除機持ってこないとダメだなえっ、ー、これ何何このハサミ <laughs> ハサミ虫じゃんほんとにこれ何 LED テープ LED テープライト用延長ケーブル欲しい人ぜひいたらあ,のあげますのでこちらの後先まであ、ニッパー出てきました昨日ちなみにえ、ちょっと待って掃除機持ってこっかなこれやばいなマジでまあいっかえ <laughs>、完全未開封のですね皆様 よい,しょいやこれダメだちょっと掃除,機掃除機持ってくるわ<ラ>ちょっと待ってて。掃除機持ってくるダメだ見せられないよ わレへへへへ 手が一個多いか。怖いだったしの。はいはい。ただ今あちょっと待って。

なんかつちダメなもの映ってそったら言ってなよいしょとりあえず松阪牛 F5 クラスおごってくださいいや俺も食べたいよし掃除機持ってきたんで吸いまーす吸いまーす掃除機ね吸いまーすよいしょ よいし孫悟空の値段分かったでも松澤俺あんまり好きがないんだよねああいう 5A の値段100円だったかなんかランクが高い寿司、肉ってあんま寿司とかもそうだけど俺大トロとかより赤身のが好き派なんだよね脂っこくてさあんまり美味しくなくない そんな気がする美味しくなかないけどお回、ね、しくなかないけどな別に食べようとも思うああ誇りがすごいえ僕のヒーローアカデミアガイデンビジランテこちらも面白いのでぜひ読んでみてはいかがでしょうか誇りがすごいぞらよいしょ、うん やっと出てきたねこいつらがねこの貝が最下層ここ遊戯王カードこの黒いやつこれが最下層になります高高級肉は赤身の方が高い,ぞいや絶対そうだよねえそしてですねえ皆さん見てくださいこちら、えー、衝撃の事実が発覚しましたよいしょ えっとですね。二千十八年最強ジャンプ。棚の後ろは隠しダンジョン。九月号え三、ー、冊えー、未開封で、ね、<laughs> 出てきました皆様。なんででしょうか。草。なんででしょうかこれ。もうアマゾンのパウチのまま出てきました。なんで。<草>なんなんなんで買ったんでしょうか。じゃあ。収益者にそのまま送れ。それメルカリ出したら割と行けるんでね。なんで。 そのまま返品しろ買ったんでしょうか保存用3冊 <laughs> じゃあなんで買ったのか教えてほしいですね。マジで。俺に。過去の俺に。多分しょ。多分遊戯王カードが付いてるんだろうけど。本当になんで遊戯王カードが付いてるんだろうけどなんでかマジでわからん。出来心。出来心です。だったんです。 よし、また一つ綺麗になったぞ綺麗になったっも全部こっちに寄せてるだけだよ大丈夫、俺の本名出てないあ、抱き合わせ商法の可能性あるね、うん、えーっと、つるつる小鼻へ毛穴すっきりパックこれやるとよくないらしいんで、やらないでください、皆さんなんかよくわかんない、ねじるい グルーガンの弾汚いな,なんか本んにいにしえのアンカーのモバブ開けてないよ閉めてるよなんなら よいしょなんだっけ雨髪のミヤちゃんいい感じの掃除機ですね高そうミヤちゃんだっけミヤちゃんのなんかジグソーパズル三ンキューミヤこれ何？

おかしくないいやそうだよねペプシマンの稼働フィギュアこれあげませんうわ買ってたな俺こんなのペンラ高,、ね、高く売れんの売らねえよ買ってたな俺あげません そういえば、あチュンカ。使用済みチュンカ。ゴミじゃねえか、使用済みチュンカに関しては、マジの。今日初のマジのゴミ出てきたな。使用済みチュンカは。わわらわら。今日初のマジのゴミです。なんだかんだマジのゴミ少なかったでしょ。いや、ゴミいっぱいあっただろう。嘘。ちょっとゴミ袋必要だな。今のところ映ったもの全部、ゴミまである。 遊戯王カードまとめポケモンカードもある高そうなカードはないなリンクリボーって高くない今リンクリボー2枚あるよリンクリボーって高いみんな2枚ある なんかやってた和子王おおおどうもこんにちは3枚300円3枚300円そんな安いの今リンゴ俺1枚1500円とかで買っ,ら買った当時うわ <laughs> オルファのカッターナイフの刃だこれ嬉しいアルミホイル <laughs> えーっと第三芸能家の第三芸能家だよの カオルちゃんのキーホルダーかわいいこれゴミだなこのダンボールはゴミだ誰だよえカオルちゃん知らないのリュウザ崎カオルちゃんですよ僕の愛してやまないアイドルの一人いやあほこりがすごいよではまた一つ綺麗になりましたダンボール一個分えこれセガキャッチャーオンラインです、ね、あその子か。 セガキャッチャーオンラインでやるとあのセガの段ボールもらえますのでぜひ皆さんもセガキャッチャーオンラインで商品取ってみてはいかがでしょうかえっとコミカルポップス龍崎かおるえーアクアクリルえーバッチがえーっとアンズちゃんとミカネーモちゃんとグッズ買ってんの偉いな俺めちゃめちゃグッズ買ってるわ えー、アンズちゃんコミカルポップス缶バッチ、えー、カオルちゃん缶バッチ、えー、見かねえカバッチい, <laughs> いやほこりかぶってないよ綺麗に綺麗に入ってるもん全部えー、なんかこれ高くなかったっけ1個これ1個2000これ2500円ぐらいですよ確かねこれね3つも買ってるよ俺これなんかペンラタて確かこれ ペンラ盾て欲しい人いますかミカネーアンズちゃんカオルちゃんのするよ高いよねこれ確かねせめてペンラを立てろ <laughs> ちょっとあの俺が持っててもあれなんで飾らないんで欲しい人に譲りますアンズちゃんミカネーカオルちゃんの担当の方がいらっしゃいましたらちょっと俺マジでさ飾りたいんだけど場所が,場所がなくてさ場所があったら飾るんだけどな さながら転売ヤーみたいな保管の仕方してる <laughs> うわ<っ>メタルラックに飾る弾作れ敵だ敵だホコがすごいエッグなんか雑巾も持ってくれなかったな 埃見えたみんなにも。雑巾も持ってくれよかった。これカメラ何映してんの,この部屋に暮らしてて体調崩見えたよいしょ。マジでえー、っと、なんか、ピンマイクですね。動画とかに使いたいんですけど、なかなか使うタイミングがない。動画を撮らないので。 えー、ここは何あ、なんかこれ。なぜか俺の親がくれた、えー、ポータブル、ポータブル DVD プレイヤー。あ、DVD ドライブ。なんでポータブル DVD ドライブくれたのかマジでわかんないです、うちの親が。きたねー。 ハードオフで売きたねえマジでよしでも飾るコーナー作りたいねマジであほら見てこれ俺がメルカリで <laughs> カードを売った時に使ったアマゾンの段ボールな使ってんだちゃんとちゃんと使ってんの舐めないで俺のこと 聖なるバリアミラーフォーススイッチの箱あ思いっきりここに名前書いたん名前 <laughs> 思いっきり名前書いたの目見せちゃったけど大丈夫今映ってた臭<そ>見なかったことにしてくれ もうバッチリだよ。くさ <laughs> <草>。思いっきり。川口くんの名前見たところでさ。思いっきり名前と実が悪いにこなまで助かったな。名前写ってたわ。もうちょっと後で確認する自分でちょっとメモしとかないとアップロードするときに何分今。D.S. 消さないでね。うんわかんない。確認したときにひどかったら消すわ。めっちゃしっかり写ってたと消すわ。 えーっと、何分今、メタルラック。えー、1分15。いや、わからんよ。たまに奇跡起きるからね。今見見返したけど全く見えないよいやいやいや、それ嘘でしょ。見返して、あの、<laughs> 俺の。 何これ絶対だ見せちゃうちゃダメなんですよ。これ絶対映っちゃダメな書類でしょ。えぇー。分かってたら、誰か知らの前呼びしてるでしょ。わら。俺の。あれですね。ちっと待って。ここ。俺が使ってたワ,ワックスです。アリミノの,の。 これめっちゃいい匂いすんだよ。アルミノのワックス。一番硬いやつですね、黒。確か。髪が短かった頃に使ってました。今はもう。黒いルービックキューブかと思った。黒いルービックキューブ何が楽しいんだよ。ああ、これあれですね。あのー、ちゃんと同人誌を綺麗にパウチするやつですね。綺麗に送るための。 この辺りいただいたものが多いな。よいしょ。これ写っちゃダメな書類じゃないまた。この辺り写っちゃダメな書類多くない隠して隠して。はい。これもいただいたものですね。これは何かガンプラですね。何かしらの。何かしらのガンプラ。 これ何そう、画材のなんか、ゴミ。やってたな、カンプラ。ゴミ。えー、なんか、途中で作るの、飽きたマッチョの、粘土、粘土細工。欲しい人いたら是非、ぜひ、フォローリツイートで応募していただければ、プレゼントします。降りたたみが。わらわら 除菌スプレーあこれいろんな人のこれ俺が出会った人たちのあの名刺が入ってます俺が出会って交換していった人たちの名刺が入ってますイカのもあるイカって名刺作ってないでしょ多分 もっといっぱい集めたかったんだけど、全然リアルイベント行ってないので、集まってませんね。ほい。これ何あ、見て。あの、ローソンでもらえたミカネーの。アクキ可愛い,いあ、見て。こっち亀の150巻。カバーなし。<laughs> ボロボロ。何なんだよ、これ。何がしたいんだ、俺は。 カえっとですねこれみんなわかる読めるかな2019年12月31日の俺の血圧ですね最高136最低95心拍数88ですね 2年前の大みそかの僕の 2>, まだ健康的2年前の大みそかの高いな僕の血圧ですこの2年でどうなったんでしょうあっこれあれじゃんフラグメントウィングスのウィングのあのー、あれですね We can go now とかのクリアポスターですね補修してみますか <laughs> 開けて開けるとこれねドロドロになっちゃうんだよね閉められなくなっちゃうから い人いますかこれ。We can go now. のクリアポスター。よくそれで分かったな。うん。だってフラグメントウィング02っつったら We can go now でしょ。01があれでしょなんか全体曲のなんだっけ何かで。いや、電池とか出てきた。だる。その状態なら、割と高値で売れそう。高値ってことないでしょ。100均ででかいサイズのポスター入れ買って、それに入れてるわ。え、そんなんあるのいいな。 俺あの、なんだっけ、ブルーミーなやつは壁に貼ってあるんだけどね。あとさっきの粘土細工のあの、フィギュアの顔も出てきましたね。欲しい人いたらぜひこちら、あの、フォローリツイートでプレゼントします。抽選で、発想を持って返させていただきます。結果は。電池とかさ、捨てんのめんどいよね。 そこまで行ったら完成させろよ。送料負担してくれるんですか送料は、えー、そちら顔と体は抽選別そ,そうだよ。別々だよ。で相当運が良かったら、あれだな。あの、どっちも入手できるだろうな。まあでも倍率高いからな。ゾゾタウンの、わら。ゾゾタウンの社長の10万円キャンペーンぐらい。 俺あれ高いから。あ、また名前書いてあるんじゃ。また名前書いてあるわ。なんでこんな名前書いてあるダンボールまみれなの俺の部屋は。もういいや、ぽい。すぎて見えんよ。わらわら。なんだこれ。なんかわかんない何か。ほっこりやばパッパッ ガスマスクのフィルター残りやばああ出てきたダンベルのプレート内外だけじゃないかあそう逆だよつけてない逆にしてるわざとあの細かく調整するときに 昔筋トレしてた時あの手首とあ前腕とあれで前腕の時はすごい軽くしたかったからあのー、軽い重量でやりたかったんだけど全然できなくてあの毎回変えるのがめんどくさくてだったら内側を軽くすればダンベル何キロあるダンベルいっぱいあるよそうだよこれで殴ってたハンドガード これもいただいた粘土用のパテ、あのコテですね。粘土細工したくなってきた。ゴムハンマー使えばよかったのに。ゴムハンマーはね、今日買ってきました。昨日は持ってませんでした。残念ながら。こちらもね、いただいたホットリミットのシマムですね。やっと飾れるよ。そしたら。 飾りますね。でもね、飾りたくないんだよな。汚れそうで。<laughs> 汚れそうで。飾りたくないんだよな。うん。どっかに飾りたいんだ。飾る用のね、あの、ガラスケースみたいなのそうもらったものとかいっぱいあるからさ、そういうの全部しまっとく用のガラスケースみたいなのほんとは欲しいんだけど。アクリルケースでも置けば。 ちょっと本当にスペースがなくてまあもらったもの放置するのもあんまり良くないんだけどさでもまあしまう飾る場所がないからさよいしょ申し訳ないけど床に置いてあったまあ箱のままでもええと思うけどまあとりあえずねなこりかぶらしたくないからよしやっとここ よし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 。やっとここが。やばここ、誇り。うわ俺よく虫出ないな。黒いのは何なん黒いのは遊戯王カードのね。俺ね、マジ虫。めちゃめちゃ部屋汚いんだけど、見てわかるとり、めちゃめちゃ部屋汚いんだけど、虫出ないんだよね。すごくない靴の箱かと思ったわらら虫も窒息するくらい埃が溜はってるのでは。<laughs> 虫出ないのめっちゃいやマジでマジでマジでな。本当に汚いだからあれだよバイキンすらいることが許されないそんな場所だよねそれほくしゃみも出ますわって話だよなハウスダストアレルギーのやつがいていい部屋ではないと思う何より何よりハウスダストアレルギーのやつがいていい部屋ではありませんよし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 やっとスタートだ これがすべての始まりだよいしょよいしょよいしょ床の白いのななんん？床の白いのって何なんだこれ？カビかなあっえよしえめっちゃいいじゃんぴったりはまったなめっちゃいいわ。 これはいいぞみんな見せらんねえけどあんまりええやんえ<っ>いいねいいねこれじゃ邪魔だなこいつなマイクスタンドすごいじゃあ次はここの段を下のは収納ケース下のはいやこれだからえー、っとこここれが同人誌の在庫でこっちが遊戯王カードよいしょ よいしょよいしょま,まだいっぱいあるよちなみに有業カードこれだけじゃ足りんこっちにもいっぱいあるよしあもう,もうめんどくさいもうめんどくさいよちょっと邪魔じゃねい,いや引退はしてないけどまあやってないねはあ、さてじゃあ今こっちに動かしたやつらを全員 戻していく作業しましょうかさてどうやって戻そうあっしまむしまむはでもだったらこの一旦上に置いとこうこのテレビが来る位置に置きたいねそうすればよく見えるからんでダメかきれいなダンボール戻したらダメえなんかどどうやって俺 どうやって俺これ？メタルラックの段数足りなくねん。足りない？いただいたもの。全然足りない気がする。メタルラックの段数。で、これは同人誌の在庫のところに入れておいて。あでこれ埃かぶって欲しくないときは？これの出番よ。みんな埃かぶってないときに欲しくないときにこうやっての上のスペース持ったいな。どこのスペース？ ここここのスペースってことここなんか詰め込めるでしょ夢とか。へえー。あ、ここここか。ま、あでももっと大きいもの来るんじゃないなんか。なんかしらあるでしょたぶん。そう。なんかしらあるということが。 お、祈って。何かしらでかいものが来るということを祈って。メタルラック、もう一個ぐらい同じこの、このサイズの板欲しいな。この間に。えー、漫画置かないよな、メタルラックって別に。何を置こう置くもんねえな。こっちめちゃくちゃぐちゃぐちゃになってるけど。段の高さ変えられないの変えられるよ、別に。板だけ売ってるんやない 変えられるけどここはここがいいんだよねテレビ置きたいからまず捨てるものゴミ袋に詰めろねえんだって捨てるものが見たでしょ今さっきみんな使用済み iTunes カードぐらいしかないんだよ捨てるものああやっぱだああダンボール必要だな小物を入れるダンボールが必要だやっぱり寄せたものの中には ゴミがある,かあるんじゃないかってねえよムムキキ粘土細工も最高のゴミだろ <laughs> <laughs> ゴミじゃねえだろよいしょこのアイマスのフィギュアとかペンダーをここに入れましてはい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  ペプシマンも入れてあとムキムキ粘土細工も入れてあとは入れるものあるあとはないかあとはないかな大丈夫か5年後のタコなんで まあいいやこのガスマスクのあれも入れとこうよしオッケーあれで粘土細工のセットをここに入れてよしよしあれこうか。 よし、オッケー。だって段ボール以外なくないこれの蓋は捨てちゃった気がする俺。これの蓋。昨日掃除で。これ何いや、これも汚い。これはダメなやつに気がする。何これ何これ なにこれ。直近で収納ボックス買ってこい。なに。そういうの普通メタルラックじゃなくて、物置にしまうでしょ物置なんかねえよ。物置があればね、困ってないんですよ。ええー、こちら皆様。ええー、このまま入れましょうか、じゃあ。よし最強ジャンプ。最強ジャンプはもっとなんか。有意義、使えそう。よしリングフィットアドベンチャー。わら。え。 いるよそれゴミだろさっきさもう一個スイッチの箱もなかったっけどっか開けろやわらあれスイッチの箱なかったっけさっきどっか行ったスイッチの箱あれどっか行くことあるスイッチの箱あタたラックの意味奥に流れてるよし最強ジャンプを一番有意義に使う方法は読むことだよ <laughs> いやいや,いや未開封のまま置いとくことです これ大丈夫ぐちゃってならない分かっ最強ジャンプはちゃんと最強ジャンプだけでバラそうちゃんと最強ジャンプ三冊この下の段ボールが邪魔だこの先一生読まないものを置いとく意味あるのか最強ジャンプ最強ジャンプ最強ジャンプラックに積むと整頓しているように見える不思議 <laughs> さすがににススペース的に開けないとねよし、オッケーオッケーで、また出ました。こちら、皆様大好き。えー、未開封段ボールでございます。未使用段ボールでございますけども。ねえ、誇りがすごいですね。こちらね。さて、そして次。まだスペースめっちゃある。すごいな。めっちゃスペースあるぞ。どうするみんな。こんなスペース、生まれちゃうのすごくない 漫画とか置けないよね危ないよねそうだよねでも俺あの上の方はエアガンの,あのリバックとか置きたいんですよだから基本的にもうここはなんか適当に遊戯王カードとかでいいか こっちもいっぱいあるんですよ、遊戯王カードとかが。あ、見てみんな、これあの、たぶんこの世で持ってる人が200人ぐらいしかいないんじゃないかって言われてる、あのダムの、シマムの、えー、かわいいポストカードですね。結局、遊戯王カードが閉めそう,こう。この辺りにこう、貼ったりしたら、いいのにな、貼れたりしたらな。<ロ>超レアだと思う、これ。さあ、遊戯王カード。 ささ、っきさ SD カードケースみたいなのなかったっけあれ俺 SD カードケースどこったマジで大切に扱ってくれあった大切に扱ってるよだからちゃんとあるんじゃんそういうのハガキホルダーにしまってるわ何ハガキホルダーってハがゆいねよしなんかわからんけど SD カードはとりあえずしまっておいてよいしょ あ、皆さん大好き出ました。えー、アイドルマスターミリオンライブ。月3版ですね。続入ところの。えー、そしてですね、えー、崎かおるちゃんのソロ曲がついてる。えー、U149 の特装版。ドサンコギャルは生ラメン恋。しおりエクスペリエンス。未開封。遊び遊ばせ。これ未開封じゃねい全部読んでる。読んでるやつはここに置いてあるね。 しょ。えー、コミさんはコミショウです。アニメ化決定おめでとう。コミさんはコミショウです。コミさんはコミショウです。連打してるね。あ、コミさんはコミショウです。連打。で、チェーンソーマン2冊と。こいつらどうするかだよな。漫画ももうしまう場所がないんだよな。実は。実を言うとだね。 漫画をね、しまう場所がね、ないんですよね。え、終わったの、コ見さんマジで言ってんのマジで言ってんの終わっちゃったの、コ見さんえショック、普通に。アニメの方え、アニメはまだ始まってすらなくない怖な未来人がいるぞ。えー、チェーンソーマン、チェーンソーマン、コ見さん、チェーンソーマンの3連打。 どさんこげるは生ラーメンこい。え、げ合あいます。ひなま月り、月産アマゾンの箱使ったら。ひな祭りですね。ひな祭り終わっちゃったからな、ショックなんだよな、結構こコミさんとチェーンソーマンちゃんと並び替えろ。<laughs> ぐちゃぐちゃでございます、ね、なんでそんなバラバラなんや, <laughs> いや読んでそのまま放置してるからじゃないですかこううなるるとと電子版が向いてると思うわ <laughs> わら読んだまま放置んるけど。読んだまま放置してるから。告白しましまたよえー、告白したの <laughs> ネタバレじゃん。最悪。<laughs> ほぼ。いやでもほら、遊戯王カードがこんなに。わらわら これ遊戯王カードこれすごいいっぱいあるんだけどこれがきれいに集まってるここに力を集めてるすごいすごいすごいこれ大丈夫なのかな重さとかカードってめちゃめちゃ重いけど遊戯王だらけじゃねえか <laughs> ブロック積んでるだけやん もしかしてこれ収納じゃなくて床に積んでるのをラックに積んでる。いかやく。いやそれはあの収納って言うんだよ。メタルラックの使い方おかしくねえか。<laughs> 違うの？カード一段目と二段目に分かれ。天の気持ち悪いな。違うの？そういうもんでしょう。メタルラックの使い方って。ほらもうあそこにあったものがすべてなくなりました。すごい。えメタルラックってどうやって使うの？こういうもんでしょ。メタルラックなくても積めるでしょこれ。 いや詰めないよ実写の方でレビューした謎の箱もあるでこれめっちゃいいんだよダンボールみたいな仕切り使って仕分けるんじゃないのえそうなの遊戯王カードちょい大きいダンボールに入れてまとめて入れればいいいかやくねえよんなもんあるかなちょい大きいダンボールふにゅにゅんふにゅにゅん メタルラックに収納ケースをしまうんやぞメタルラックに収納ケースをしまうなるほどねこれ何本とか300円くらいのダンボールラックに入れればいいのにそんなのがあんのじゃあ GU の GU のダンボールがありましたのでじゃあこちらに まとめましょうかホコリがすごいですねこちらもねよいしょ <laughs> 段ボールはいくらでもあるから任してくれよ画面奥の下に転がってる筒波コロコロ片付け方が小学生みたいだなって思いながら見てたコロコロ,コロコロだね片付けないしね何よりなんなら片付けなんてしませんのでまずいらないものを捨てようないです 全部いりますいるからここにあるんです。え、いらなかったら捨てるでしょ普通に考えて。バカじゃないのいるからここにあるんだよ、みんな。知ってるその考え方を変えろ。いら,らなくないいらななくものは、それはみんな捨てるでしょいらないのなでやいやいや。いるからここにあるんだよ。ここにいる理由。私がここにいる理由。 本当にそれいる,いる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 未開封のジャンプは絶対いらねえだろいるだろ未開封なんだぜいらないいっぱい未開,未開封なんだからいるに決まってんじゃんあなたがここにいる理由よく気づいたね長手駅のセリフだってオタクだねもしかして君未開封ならいらないんだよポタクポタクだね誇りこむりまくってたやつとかいるの、えー 入らねえなうまくうまく入らねえようまく入れてえのにうまく入らねえむかつく気持ち悪い強く押し込めば入るよ強く押し込めば入るか強くなれるなんてでした僕を連れて進め

<laughs> うわ、おも。よいしょー。あ、あ、あ、あ。あよし。大丈夫、これ、こんなん、壊れない。メタルズボーってならない、まあ、いいか、別にズボーってなっても。最悪いいや。最悪いいでしょ。許しましょう。重いのは、ダンのがいいぞ。<何>箱に入れただけで、何も変わってなくない。重いのは、橋の方が弱かった。その蓋の閉じ方上に、物のせにくいから、やめたら。え、嘘。 重いな、走るのがいいんだって。ああ <laughs> これはでもね、この3つはね、あの、最近やってるマジック・ザ・ギャザリングのデッキケースなんデッキなんで、まあ。 あってもいいでしょジャンプは捨てねえだろどう考えても。バカかよ。捨てる理由捨てる理由がねえだろれ。ジャンプは最強ジャンプは3冊あんだからよ。捨てない理由はいっぱいあるよ。これこれことか使うのあ、くし見てみ見て見てみんなすごくないこれ。すげえ邪魔。<laughs> <laughs> 最強ゴミすげえ邪魔だわこれアルミのホイール置いとくかじゃここ絶対ここ引っ掛けて痛いてーってなる絶対これ石鹸絶対痛いせっけ石鹸置いとく <laughs> 絶対痛いてーってなるわここ絶対すねか立ってやるよあこっちじゃんこっちみんなここ完璧だわ横にかけれわら あ、違うの普通にこっちパソコンの隣にさかっこいいここ,ここ俺パソコンなのこのこっち側んカメラが映ってないこのこっちがパソコンだからここにかけたら超便利じゃねうわでここにリモコンとかここテレビくるからここリモコン置けばいいんだリモコン顔リモコン顔天才天才じゃんやばメタルラックカミジョンね iPad 縦に置こう やば。やった、リ<才>モコンもらっとけば、わらわら。やば。疲れちゃった。リモコンないのかよ。リモコンないです。疲れちゃった、みんな俺。下に転がってる実の何,何これあれだね、なんか。疲れたら休もう。挟むやつ。疲れちゃった。 お水飲むわ、一旦。お水、よいしょ。なんか、埃っぽい部屋にいた後さ、お水飲むとさ、埃飲んでるみたいでやじゃね <laughs> うわ、ペットボトル出てきた、あそこから、ムカつく、なんであそこからペットボトル、俺の部屋めっちゃ綺麗にしてペットボトル流れたと思ったら、あそこからコーラのペットボトルが流れ出てきた。むかつく、あいつ、石を持ったかのように。 転がってきやがってよ <laughs> あでもすごいえもう超綺麗なんだ超綺麗だけどこっちクソきたいびっくりした今えここすげえ綺麗になったじゃんと思って左見たらめちゃめちゃ汚かったそのペットボトボルはジャンプくらい大切だよ。ねえここでにして絵を描こうでもさっきずらしたね左の邪魔なものがすごいいっぱいあるわやべえあみんな見てくれ なんだかかかるかセ,ガ <laughs> セガキャッチャーオンラインで撮ったミカネだセガキャッチャーオンラインで撮ったミカネのフィギュアがあるぞミカネ、ね、シマムの隣に飾ってやるかナイスミカネ、ね、オンラインで撮れるのほんとすごいんだよないや3000円ぐらいかかってんでゴミ袋に詰めてあんの違うゴミ袋に詰まった送られてきたの3000円ぐらいかかったこれと撮るのにめっちゃ大変だったよ アーカイブ残ってるからぜひ見てくださいこの階がこの階がシマムとミカネだけの階になってる随 <laughs> 分前随分前だいつだろうね結構前じゃないてかここにテレビあったらこの柱が邪魔で見えなくない俺の位置からテレビ置けないもしかして ちなみにかねアマゾンで千五百円安っこれめちゃめちゃクオリティ高いんだこの身がね知ってるみんな後ろにいっぱいあるマンガいるあれ多分全部いらないよメタルラックにテレビ置くのかテレビ置こうかなと思ったけどこれ角度的に見えないね多分ねえ一番上に置く、ね、かぜ出,出したいけどなんか埃かぶんの嫌じゃんそのせいで出せないんだよね俺 え、どうしよっかなあとすげえここ汚い。なんか、そうか。あれが必要だったれないかそうだよね。えー、だからこれ今、机と同じ高さにしたの、ここ。一回。一番上に置いて寝ながら見るといいよ。 絶対落ちてきたら死ぬじゃん一番上はエアガンのな何か落ちた音がしたよ何が落ちた一番上エアガンの銃のケースとか起置きたいの全面ギリギリにするしかないな倒れそうねえ絶対倒れるよねあそっかじゃ無理かテレビを置くのエアガンいる最後に遊んだのいつえ先月先月末 結構最近2週間ぐらい前じゃないうん。ガンダックスクラナイガンダックアリアーソコ。一番奥。うん、見えてるかわかんないけど。結構遊んでた。わら。タオレナイオニヒモデコテイシテ。ウシデッドスペースにスキバコツメ。イカなるほど。すげえでも。 漫画整理しないとダメだ、あそこの。あそこの積んである山。山のように積んである漫画。あれを断捨離する回する、みんなで。漫画いる、い,いらないことからです、ね。そうなんですよ。漫画いる、いらないキャンペーンするみんなで。欲しい人に抽選でプレゼントする、まあそこにある漫画全部読んでないからね、俺ね。なんならね。 ダンボールの本棚とか300円くらいであるからせめて収納しようあそういうのに入れてここに置,き置くもんなのかメタルラック漫画綺麗に整って入るけど俺笑らわらシンデレラグレー以外全部いらない <laughs> シンデレラグレーなんか最近の漫画持ってませんあれ全部もう100年前の漫画です多分エロ漫画が一切だけだっ全部レジでいいあーこんなのあったなで読み始めそうで怖いな <laughs> 絶対読むわ10年前に買ったエロ漫画がどっかに隠れてるはず あの漫画の中に後ろの本棚にあるダンボールこっち持ってきたら多少本はいるんじいか略後ろの本棚にダンボールがこっちに持よヨーク編とか絶対読んでしまうヨークシン編って何うーんどうしよっかな大変だなハンター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 って面白いの みんな面白いって言うよね。とりあえず、今こっちにさっき上に乗ってたやつ話。え、どうしようかな。そっか。ケース買ってこないと無理なのか、俺。ケースにまとめてぶち込んで棚に入れるもんなのか。そうか。やらかしたな。ケースないな。そうか。ジップロックがいいよ。

えー、もう一段上と天井がある。一番上はじゃあガン,ガンケース置くか。ガンケースは割とよく出すか。ガンケースです。よいしょ。こいつは一番上に置くと。とりあえず。 こいつよく使うからね。エアガンゾーンにしたいね。そう、上のね、段はエアガンゾーンにしたいんだよ。なんか充電器とか、エアガンのなんかいろいろ。うわ、あっちにも有用かか床に置いてある変な赤い棒なんかある。どれどれ 赤に置いいてある変な赤い棒どれなんか人に見えてないもの見えてるとかない怖っ。ねチームカードは。今足元にあるやつ。足元にある。ゴミが多すぎて分からなくなってる。足元に赤い棒えコーラのペットボトル。あ、コーラのペットボトルじゃないたぶん。コーラのペットボトルでしょう。 これ見えてるの俺だけなのかやば、出たそんなやつね。たまにあるよね。こわよいしょ。これなこれ。キャノン。いらねえ。キャノンな。右下のなら掃除機か。キャノン、あ掃除機かな。 欲しいキャノンゴミこれ友達がタンプレでくれたからもし見えてたらヤバいのはその部屋にいる川口だけどな <laughs> これ友達がタンプレでくれたの。キャノン専用キャノン置き場みんな見てくれよいここに専用キャノン置きサバゲーで使ってんの一回サバゲーで使った クソ弱かった撃ってみて真っ先に処分するやつだそのキャノンと俺のナルフトで勝負しようぜ完全にぴったり専用,すぎる専用設計<だ>専用キャノン置き場ちなみにあそこのあそこにガンがあります一番奥にあの本ンの手前ちょっとカメラのコ度的に間に合わないけどあそこにガンありますねよいしょ疲れた 使えたお使えたおで、そうなのがあってくると、コナラコークのじゃ。バでも結局さ、あれがあの、本棚もあるしさ、奥になも、う本あの、一番奥の本棚ダどかさないといけないその黒いゴミを拾え。黒いゴミってどれこれ これゴミじゃねえって。クリップだ、クリップ。クリップに置いとけ。クリップ挟んどくか、ここに。ここに挟んどきます。有効活用。床に置いてる、床に置いてるクリップですら。いや、ダンベルがなかったら俺です。エアガンの、クリップゴキブリのおもちゃに見えた。あ、ゴキブリのおもちゃもそこら辺に転がってるよ。ダンベルがなかったらね、俺、あれよ、エアガン、分解できなかったからね。

大変なことになってるんだ終わろうぜ馬娘やろうぜ実は見せて見せらんねえもうぐちゃぐちゃになってるさっきあのこっちにいろいろ乗ってたものがじゃあこっち側なんとかしようわらよいしょ俺らが汚いってことみんな汚いでしょ心が心が汚いんだみんなもう片付けるの嫌になってるでしょめっちゃ嫌になってるよいしょえーじゃあまず聖なるバリアミラーフォースを 適当な箱に入れますそしてみあちゃんどうするかだなみあししちゃんをクリップでそれなに固定しますえミみちゃんでもう完璧じゃん それ壁かどこかにすれば完璧天神<上>天神の妹ミヤちゃんよし完璧だ収納ラックを否定する額配置やめや <laughs> 残りは明日の川口に任せて今日の川口は別のことしよういやでもねこれはね段ボールはとりあえずプンプンなんかそうだからこういうさ

かわいい入れるプラの箱なんて百均とかにいくらでもあるやろ百均いくじゃんあしこいつもう一匹いたんだけどどっか行っちゃったいきなり女子の部屋みたいな要素ですな <laughs> もう一匹いたんだけどねこい,つこいつ超簡単にゲーセンで取れて友達とふざけて3匹ぐらい取っちゃってさいらんねってなったんだよね300円ぐらいでこれ一体取れんの 超簡単で。人形もビューってしてし寝るのいや、全然。<laughs> 疲れちゃった。<laughs> めんどくさい。な、こまごましたものが多いな。こまごましたものをまとめる術が必要だな。やっぱり。ちょっと段ボール。 ダンボールもう馬娘やろうぜ。ダンボールがない。いや本当はもうあそこまで来たんじゃ僕。ダンボールに漫画もダンボールに入れなきゃいけないのか。かそ,うそういうことか。コーラのペットボトルちゃんとスタロマ。アスカイに行こう。ブーン。うーん。どうしようか、ね。例えば今。 いいやないと俺、布団引けないわここ。ここが、ここがぐちゃぐちゃになっちゃってるから。漫画をダンボールに入れて積むだけで綺麗さランク上がりそう。いやね。その恐竜いるいるよ。この恐竜は一番いるじゃん。なんなら。こうやって助手受け狙っていくわ。こうやって抱きつきながら。えー、かわいい、川口くん。そういうの大体寝るんだ。おえい、こっちが側どうなってるんだ大変なことになってる、今。 さっきここにあったものを。あ<ー>さこに期待すればいい。この子。て友達と一緒にいつも寝てるんだよ。うん。どうすかなんかないかな入れられそうな。なんでスネギ生えてないんですかスネギめっちゃ生えてるよ。 多分画質が悪いから見えないんでしょ。その宮さん絶対邪魔だろ。<laughs> わら。<laughs> めくればほら全然取り出せるから。綺麗に見えた。めくれば全然。段ボールがなん,なんで段ボールこれうう時引って <laughs>。ないんだアマゾン。なんか最近アマゾンさ段ボールがじゃなくてなんかあの。そのうち絶対いけるわ。変な段ボールで送ってくんだよな。なんか。そのガンプラ上ョーはないん。 ない、捨てた俺確か昨日なんかあの分解できる段ボールみたいななんか,か段ボールの形をあの保ってない段ボールに送ってくんだよなんかベリ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 みたいなあのなんか変な引き戸みたいなのがあじゃあこれでいいしあでもガムテープねえやくそ買ってくれよかったあアルミテープあんじゃん ガムテープじゃなくてアルミテープでいいんじゃないか、うん、じゃあさっきのこのセガ,セガの箱を組み立て直そうガムテープがないのでアルミテープで代用しようこれに細かいものを入れましょうじゃあ,あの箱マジ厄介使えねえしアルミテープでいいですかアルミテープ 大体だって、あのー、飛行機とかもね、修理するとき、使われるからね、洋画とかで。車とか、なんでも、なんでも治ります。アルミテープあれば。基本的には。車も治るし、で、段ボールも、治ると。 好きない、ね、それダクトテープじゃねあ、そう、ダクトテープ、ダクトテープ。これダクトテープでしょダクトテープとアルミのテープじゃあ、タコの車も直してやれよ。ああ、貼れば直るでしょ俺の車、銀だし。アルミテープのお味噌に巻いたら頭良くなるなるよ。俺なったし、弦に。弦になりました。おかげさまで。な <laughs> んでこれ違うのもうすごいよ。 なってそれってなってそれっていうのは失礼じゃないなってそれっていうのは元が本当にそのひどい状態だったからここまでなっただけでもすごいって思ってくれないとそれはちょっとさすがに失礼だよマジでそうか元を知らないから そう言えんのかもしれないけど本当に辛い思いしてる人がいるってこともう分かった上でコメントしてください <coughs> 傷ついてる人もいるんですその心のない人ごとによいしょよーし完璧じゃあここに細かいものを入れていきましょうよーしいいねやったぜお尻かゆ ダクトテープ調べたらアルミテープとは別だったへえ違うんだお尻かゆよいしょお尻をかいたのでえー何を入れましょうかえーまずこちら、えー、プリンセスコネクトリダイブバーンえー、なんだかよくわかんない外付けハードディスクダニにお尻かまれてないかまれたかな見ろ 見ろって何あのあれ小学生男子が好きなやつなでなんかよくわかんない。シンデレラだよガールズのハカ,カテゴリーはああ、ちなで入れるのさすが。へえと、昔使ってたバック。 パ <laughs> ックは一番最後でいいな形が自由に変形するわえーめんどくせえな兵が汚すぎてじ。いやこういうでも5年後のタコなんでバックとプリコネが一緒に入ってんだよゲームはちょっとなバックは最悪ラックにフックつけて吊るせそうゲームはちょっとな物多いんだよね あなんかポケモンカード。こういう掃除って明るいうちにやるんじゃないのいや夜が本番でうーんめんどくさくなってきた <laughs> よいしょ <laughs> うわーこの ネジ,のネジの塊とかさ、これネジ,ネジがいっぱい入ってんだけど、これ後でさ、どこ置いたっけなってなりそう。あのネジの塊どっかあったよなってなりそう。入んねえよ。何これ使うネジこれこれうラックの横の石鹸置きに置いとけ。<や>じゃあ入れるないよラックのこの石鹸置きいいな。頭いいよ。よいしょ。 で、これいただいた肉造の箱こういうのは捨てられないんだよなやっぱり大切だからねいただいたものは全部がなんかカウンターいやモバブはいるかモバブは出しとかなきゃダメだ こういうの、こういうの。おなんか使わないであろうマイクとかね。こういうのも全部ぶち込んでいこうよ。なんだかよくわかんない。エ s シャ a d a とかねほとかね。こういうの、いいよいいよ。楽しくなってきたよ。ぶち込みが。そして次ぶち込まれる対象はいらないもん、川口に差し入れたら永遠に保管してくれ。そう。カルカル。 軽い紙粘土わからんボックスの出来上がりだそしてえー、っとわからんボックスに詰め込むなんか分からん,からんそれとプリコネを一緒にしていいんかいいよいいよその箱まとめてメルカリに出したらもう固まってそう いや、これは捨て、いや、捨てらんねえな。思い出だ。思い出は捨てられない。あ、こういうの、こういうの、お母さんがくれた、夏の DVD プレ、ドライブとかいらない。マジに。あ、で、使うタイミング。<laughs> 使うタイミングがないシャロちゃんのプレイマット。またな、シャロちゃん。来世で会おうぜ。 漫画はすぐ売って買い戻すのになんでそこら当たりは慎重なんだあ <laughs> まで持ってく機会よでもなんかさ漫画ってさ手に入りやすいけどさこれって別にそうじゃなくないこういうなんか小物ってそうじゃなくない一期一会だったりするから漫画って大体定価以上になることってないじゃん 主にだからそんなに気にしないけどこれ誰か欲しいフラグメントウィングの紙粘土なんかどこでも買えんだろ紙粘土はね紙の自家の話だよ誰かほら誰か欲しいこれ欲しいって言ったよな誰かねあげるよカルカルとかいうのはカルカルも入手不可能だからねなかなかえー、っと ヘアガン系のパーツは一旦上に行ってもらってあーメタルラックだからアマ甘髪のエッチなクリアポスターは欲しいああ甘髪のエッチなクリアポスターねヘアガンのパーツは全部上に置いといてサンキューおなら出たわでえっ、ー、と捨て 捨てるのがめんどくさい電池も入れときますとりあえず一旦あ綺麗になってきた綺麗になってきたいいじゃんいいじゃん今落ちたよ知ってる俺の普段使っていやいやワックスは使う可能性あるな ボール1個分ものが減るるだだけで、いぶ変わるね,ねえもう2時間掃除してるぞえっそうてそれいうのアックスだよ ?8 時間ぐらいかかるもんでしょじゃあ甘紙のエッチなやつはどうしようかジャンプジャンプの上に置いとくかでエアガン系列このお部屋配信を見て部屋をきれいに保ちたくなりましたありがとう いたし,まして見せて半光沢プレミアムエッチなのほらエッチじゃないこれ未開封だからねすごいエッチ甘髪の絵ってやっぱ可愛いよな今でも全然通用するよなうんほらこれもちょっと透けてエッチじゃないこれ前前開いてるよこれ。 かかるかなみんなは。ああ。透けてる。透けてるクリアポスターだから。これね、8枚、何枚組 ?6 枚組だってこれ。すごい。誰だろうね。綾辻さんと、これ確か、これ多分あれだよ、ね、な。やろうか。これあれだよね。あの、多分、あれの子じゃないあの、幼馴染の子かな。俺は森島先輩。 かだからなまあ森島先輩以外プレイしたいんだけど実は実を言うと森島先輩以外プレイしたいんですけどりほこりほこちゃんっていうのおいなんで全員クリアしろわら全員クリアした方いいのえー、疲れたなもうやりたくないな飽きちゃったな p 九十のアッパーレシーバーこれだけ欲しいって言ってたな閉まれ閉まれ閉まれ よし。なんかゲームを、細かいゲームを入れる箱も欲しいな。これ邪魔だな。外そう。んでこいつを、よいしょ。ちょっと一旦、最強ジャンプには申し訳ないが、どいてもらって。最強ジャンプ、マジでいらなくない よいしょ。うん、やっと気づいたか。よいしょ。よいしょ。あ、すごいまとまってきた。でも。すごいまとまってきた。あ、でもこれを隣に寝なきゃいけないのか。圧迫感すげえな。 こいつが隣にいたら、大丈夫かな。プレッシャーでやられるかもしれない、俺はもしかしたら。こいつが隣にいることでの。地震来たら大丈夫か。だめかもしれん。よいしょ。まあ、でも重いものは下の段だし、上の方にはそんな重いもの置くつもりないし。いてていてていててぐらいで。済むでしょう。 えテレビ置きたかったのにテレビ置く場所ないじゃんなんかここにモニターアームとかつかないかなここにモニターアームとかつかないかなでこうやってウィーンってテレビ出せないかなつかないときはこうやってテレビブエーってやって 絶対倒れる倒れるかなメタルラックそんな安定しないだろ嘘結構安定してるよおい川口天神のクリアファイルアマゾンで六千円だぞえこれ嘘だろ <laughs> すげえな天神さすがにテレビの重さはきつそうだなテレビ重いでもテレビちっちゃいテレビだよ 絶対嘘だ,よだって俺2000円で買ったよこれあのでっかいセットで甘紙とクリアファイルとこのパズルとかちょっと待ってタオル巻き直すわよーし あとは細かいゲームとかどうするかだなそいつを入れたらもう今日はいいや。めんどくさくなっちゃった。あそこは今、ちょっと、まん、あそこは、また次回やるよっていうことで。心に余裕があるときにやるよっていう。 なんかこういうの刺しとくもの欲しいな。こ,<れ>こういうの刺しとくやつ欲しいな。なんか小物入れみたいなのこん、100均で買いに行こう。今何時っていうか。8時過ぎてるんだけど。ーあー、なるほどね。でも 3D プリンターで作ったのってそこまで強度ないからさ、何度もえないんだよね。あー、疲れた。 のペンライトアえばあれただこっちにね今で見ちゃったんだよね俺まだ別にカードいっぱいあったこれ置かないとええー、誰どこに置くのこんないっぱいのカードうわ怖こ,これえ これ大丈夫メタルラック後ろのハンガーの下にあるのなんだ後ろのハンガーの下にあるのあ、これこれ螺旋をロジェノムの下半身だねグレンラガンに出てくる螺旋をロジェノムの下半身草下半身わら下半身だね上半身はね俺のパソコンの前にあるうわめっちゃ虫かと思ったこれ見てみんな 虫感すごくないこれああ、どっか行っちゃった。どっか行っちゃった。まあいいえ、3D プリンターのなんかカスみたいなのがめっちゃ虫に見えた。えー、っと、あとはああ、まだ遊戯王カードいっぱいあるあっちの方だる疲れちゃったもん、やだ。ねえ、クリアファイルとかってみんなどうしてるまだあんのかよ、わら無限に出てくるわ。 マジでやめるかいったそんなにない疲れちゃったねでもまた一歩前進したなここにメタルラックがあることで完全に一歩前進したもうん、俺はずっとおおきな部屋じゃん メタルラッカー川口綺麗な部屋になって,なってきたでしょあそこの漫画がちょっとねあれだけど積んであるクリアファイルぐらいやそうそうそうめっちゃいいこれ立体的に縦に置いてるから今ただ置きすぎてこれズボってならないか心配メタルラックの重いからカードとか 大丈夫でしょ多分メタルラックって大丈夫なのになってるでしょそういうの重いもの耐イカみたいなの書いてなかったっけ何キロまで何キロまで大丈夫ですみたいな説明書がないああ、うん、しまむですかわいいかわいいなしまむなせ箱には書いてないの箱には キャスター付き書いてないよ、ね、よい <laughs> 疲れた疲れました私はトーテムトーテムポールですなんなら俗に言うところの とても疲れポールです。本当はあそこの漫画やる。今度あそこの漫画やるか。かれ疲れたっていうかめんどくせえ。<laughs> 部屋掃除できねえタイプの人間だからさ。どうすんの漫画は、ちょっと次回だな。漫画ってあんま上の段に置かない方うがいいよね 上の段に置くのよくないよねメタルラックの危ないよねはあセクシーいやもう何回も地震起きてるそうだよねだ漫画しまうボックスみたいなの買ってくるべきってことかつまり めんどくさーい。メタルラックだけじゃなんもできねえじゃねえかよ。だまされたメタルラックに。メタルラックさえあればなんでもできると思ってたのに。およそ配信中の態度じゃなくて草 <laughs> <laughs> このセクシーポーズは d n メタルラックがいますしよ。メタルラックにだまされた。いやでもメタルラックもう一個欲しいな、これ全然。 もう一個あって全然いいわ、メタルラック。それはやるとしたらでも本棚を。メタルラックもっと入りますね。足、わら。あれしなきゃダメだな。本棚を。もう一個どこに置くんだよ。置く。よいしょ。はい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。カラーボックスはどう カラーボックスカラーボックス嫌いなんで俺あんまり好きじゃない。あの、何これは、あれですね。あの、世界各国のあの伝説のドラゴンソードが今集められてるやつですね。これ。もしあのみんなも旅行行ったときはあの僕にお土産でドラゴンソード買ってきてください。 まだ2本しかないので <laughs> あと1本あったんだけど落ちてるなどっか斧があったドラゴンアックスがあったんだけどあれドラゴンシールドとドラゴンシーサーソードがある友達が旅行行くたびに買ってきてくれるんだけど今のところ2本しかないまだ財布につけとかないと俺は行ってないからさ俺旅行自分で行かないからさ 友達が買ってきてくれるやつしかないんで皆さんもぜひもし旅行とか行ったら物多いから引っ越す時絶対大変や、ね、もしねぜひだあの本棚の本は漫画はマジでちょっと整理するわ今度整理配信するんで またその時も遊びに来てください。今日はめんどくさくなってたんで、疲れたんで、やめます。何時間やってる ?2 時間半もやってる。あ,あ疲れた。今日ね、なんかしないかトイレットペーパーのシーンなんで、2個転がってるの。あれ違うよ。コロコロ、コロコロ。あのー、コロコロ転がす三角形のコロコロですね。疲れちゃった。やだ。今日ね、めっちゃね、寝てないんで、俺なんかしないけど。コロコロか。 昨日オールしてさ昨日オールして中夜逆転直してそれであの0時過ぎに寝たんですよでいっぱい眠れるだろうなと思って0時過ぎに寝たんですけどあのなんかしんないけど昨日あ今朝朝5時に起きちゃって俺そっからずっと起きてんだよね4時間ぐらいしか寝てない今日なんかしんないけど なんか知んないけど4時間ぐらいしか寝てない。で、このメタルラック買いに行ったりとか、いろいろしてたら、なんで2度寝しなないのえ、んか、二度寝できなかった。結構、パッチリ目が覚めちゃって。はっ、オールした後だから、すごいす睡眠が深かったのか分かんないけど、疲れ果ててたのか分かんないけど、ななんかかいけど不健康じゃねえすげえいっぱい寝て。で、 なこのメタルラクト買いに行ったりして。また逆転するのかいやもう今日もまた寝ますね。このまま。このままだよ。この後なんかはするけど。絵描いたり。なんかゲームする。ゲームはしないかな。<laughs> で、また5時に起きると。そうだね。めちゃめちゃ健康的じゃないですんで。まあ、とりあえず一回今日疲れちゃったんで終わりですね。まだ汚いところあるんですけど、これはまあ全部ゴミなんで。手前の汚いところは。 イの生活サイクル適当になんとかしますね。今度あの漫画、つんばりゼロかな。なかなかタイミングないよな。カズヤ、戦ったいんだけどな、カズヤと。めっちゃカズヤ難しいらしいからね。曰わく。あそこの漫画編、次回、実写動画え、漫画編でお会いしましょう。あそこの漫画を全部断捨離します、俺は。 読んでないんで。いる漫画といらない漫画に分けて、いらない漫画は視聴者プレゼント。いる漫画は俺が撮っとくと。いうことで、え、以上。とりあえず一旦休憩します。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、<ち>ぜひ。よろしくお願いします。<ち>漫画が多すぎる。<ち>全部電子書籍で、もう今度から新品の漫画は全部電子書籍で買います。 ただ俺が今この手元に集めてる漫画って、例えばコミさんコミッショとか、四つ葉とかもそうなんだけど、あの、し、漫画で買っちゃってたから、電子書籍で買えないみたいなね、ヒロアカとかも。まだ買い始めてた頃はそんなに量少なかったけど、2巻とかしか出てなかった、ヒロアカとかが。まさか、まあ、ヒロアカ1巻から買ってるか。で、コミさんコミッショとかも最初は3冊とかしかなかったから、まあそうそう途中から電子でもいいだろう。漫画で買おうと思ったんだけど。 そしたら全部、どん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 時間が伸びていってね。やだ、俺、電子書籍嫌いなんで。あ、嫌いしてねえや。あの、中途半端は嫌いなんで。電子書籍は好きです。ちなみに。あの、夜更かしの歌は全巻電子書籍で買わせていただいておりますので。えー、ぜひね、皆さんも夜更かしの歌読んでみてはいかがでしょうか。だから、紹介できませんでした。残念ながら。だがしかしとかも正直、電子書籍で買い直したいなって思ってるんですけどね。 <coughs> 全部一回売って電子すぎて買い直すっていうのも、それもまたそれで一挙なのかなっていうふうにも思ったりもなかったりかなということでね。ということで。俺は Kindle にしてますね。あ、媒体 ?iPad とか。でっけえ iPad あるからぞ。でも基本的に iPad では読んでません。あの、iPhone で見てます。布団に入りながら見れるんで、iPad をでかすぎて布団に入りながら見れないんで、あんまり好みじゃないです。ということで、以上。 ご視聴ありがとうございました。また、お付き合いただきありがとうございました。お部屋を見せてしまい、さらしてしまい、申し訳ありませんでした。あんまり変わってないように見えると思いますけど、まあ、結構変わったんで、気持ち的には。<つ>以上。出した。バイバイ。